源氏物語、源氏物語の登場人物、ホタル兵部境遇、ホタル兵部境遇は、紫式部が表した小説、源氏物語に登場する架空の人物である。ホタルの主要人物であることからこの名で呼ばれる。霧壺三角の巫子で、鈴雀三角、光源氏の異母帝。花園で、そちの宮として登場、少女で、藤壺の兄宮が、 四季武境遇となった後を襲い表部境遇となる。当代切手の風流人として知られ、絵合わせ、媒師などで藩者を務めたほか、還元の場面でもたびたび登場する。兄弟の中でも、源氏とは特に仲が良く、源氏の不遇な時代にも交流を立たなかったこともあって、その後も親しく交際を続けた。最初の制裁は、切りつぼみかの右大臣の娘で、早くに死別。 しばらく独身を通した後、古町で、源氏の幼女玉かずらに求婚する。ホタルで、源氏のいたずらにより玉かずらのあでやかな姿を、目の当たりにした逸話は有名で、その後も、文を取り交わしていたが、ひげ黒に奪われ思いは叶わなかった。その後、女三宮の婿候補にも上がったが果たせず、結局薪柱を誤妻としたものの、夫婦仲はかんばしくなかった。幻で、 紫の上を失い昇進の源氏を見舞ったのが、最後の登場で、勾配で、すでに死去していたことが知られる。子女は息子二人と娘がいる。最初の生災を愛して、死後も懐かしいんだが、他にも通う女性や、メッシウドなども多かったらしい。紅葉が出第四、巫女がわらべ姿で登場しており、次の、花園で、そっちの宮はすでに妻がいるとされていることから、 それ以下とは考えにくい。ありがとうございます。